もう寝るね。僕もう寝るね。言おうと思ったら、おばあちゃんが僕に手招きをした。たくちゃん、肩叩いてくれないかい？僕は、いいよ。おばあちゃん、たくさん編み物してたもんね。と、おばあちゃんの肩を叩いた。タントン、タントン叩いていると、僕はどんどん眠たくなった。おばあちゃんは満足すると、ありがとう、たくちゃん。はあ、気持ちよかった。うれしそうに言った。僕もなんだかうれしくなった。僕もう寝るね。言おうと思ったら、今度はおじいちゃんが手招きをした。たくちゃん、腰を揉んでくれんかの。僕は、いいよ。おじいちゃん、畑仕事大変だったもんね。と、おじいちゃんの腰を揉んだ。もみもみ腰を揉んでいると、僕はもっと眠たくなった。おじいちゃんは満足すると、ありがとう、たくちゃん。うわぁ、気持ちよかった。うれしそうに言った。僕もなんだかうれしくなった。僕、もう寝るね。言おうと思ったら、次はパパに。たくちゃん、お水持ってきてくれないか。と頼まれた。僕は、いいよ。パパ、お酒飲みすぎないようにね。とお水を汲んで、パパに渡した。パパはお水を受け取ると、ありがとう。と僕の頭を撫でてくれた。僕はとびきりいい気分になった。頭を撫でられたのが気持ちよかったからか、僕はとても眠たくなった。もう本当に眠かった僕は、うとうとしながら、僕、もう寝るね。言おうと思ったら、今度は犬のジョンが。ねえねえ、遊んで、遊んで。と、尻尾をふりふりボールを持ってきた。僕は、いいよ、今日。あんまり遊んであげてないもんね。と、ジョンにボールを投げてやった。ジョンは嬉しそうにボールを取りに行く。僕が投げる。ジョンが取りに行く。投げる。取りに行く。投げる。取りに行く。僕は眠くて眠くて、もう半分夢の中にいた。気を抜いたら、すぐにでも夢の中へ旅立てる。ジョンは満足すると、ありがとう！と僕にスリスリして、自分のベッドで丸くなった。ジョンは、ふわふわで最高に気持ちがよかった。これでようやく僕も眠れるぞ。もう限界だ。そう思ってベッドに入ろうとしたら、ママが部屋に入ってきた。たくちゃん、
お願いがあるんだけど。僕はもう眠いんだ。僕もう寝るね、と断った。するとママはベッドに腰掛けて、たくちゃん偉かったねってぎゅーしたかったんだけど、ダメかしら。僕はちょっと恥ずかしかったけど、いいよ、最後にお願い聞いてあげる、とママをぎゅーっと抱きしめた。ママの匂いを嗅いだら、なんだかもっと眠たくなった。おやすみなさい。そう言って、ゆっくり目を閉じた僕は、あっという間に夢の中へと旅立った。おしまい。